金博士宮は、石川県白山市剣日詰町にある神社。旧社格は、剣社。金博士神社、金、博士明神、博士明神とも、境内入り口剣の町の中心部に鎮座する。近世に、金剣宮と呼ばれるようになるまでは、剣宮、剣神社と呼ばれ、剣の地名もこれに由来するとされる。白山七社のうちの一つで、そのうち白山本宮、 三宮、岩本と共に本宮四社の一つにあたる。秋の霊大祭は、蓬来祭りとして知られる。社元では、創建は、主神天皇三年とされる。神仏集合時には、多くの画乱を有していたと伝えられる。また、樹影二年、源義仲が、栗から峠の戦いで、平家に勝利した際に神宝が現れ、義仲は、倉付きの馬二十頭を寄進したとされる。 県武三年北陸越前の金ヶ崎の戦いでは、五代醐天皇のお味方として、足利高宇寺法の軍と戦う、紀士神宮に講し、加賀国の県は白山の首都等と共に、五代醐天皇法からお味方と頼まれる勢力であった。明治五年近代社格制度において、金剣神社として豪社に列し、明治二十八年県社に昇格した。 明治39年境外末社の大国社、恵比寿社、日吉社、大鳥社の4社を合併。明治41年境内末社の菅原社を、大正3年に、孫社の日吉神社を合祀した。大正13年に、鎮座2000年祭、昭和37年に2050年祭、平成7年に2080年祭、平成17年に2100年祭が採用された。 ありがとうございます。